こんにちは、A です。スーパーベジットちょっと試してるんだけど、すっげーやばい。なのでちょっと皆さんにちょっとご紹介もねしたいと思って動画撮ってます。でね、ベジット見てわかる通りレベル1なんですよ。このパッシブスキルね、通常攻撃を 70% 軽減&絶大な威力で反撃ということで、これがでどのような感じなのか俺知らなかったんだよ。ちょっとびっくりした。実際ねやってきましょう。でまだねメダルの方俺遅くて集まってません。なので独感覚醒もちろんねしてないんですけど、まあ、してなくてもこのぐらい強いよっていう感じです。ちょっとまあとりあえず見てください。一応回復しときましょう。でとりあえずやっていきます。まあ、こんな感じで、このガードですよ。これアタック低下とか何もしないからね、やばいよね。でレベル1ではいこれだけ使えます。この後もう一回反撃みたいな。なので今8万ぐらい食らわしたことなのか、やばくねマジで。すごいでしょ、今の通常攻撃で1万8000食らうんだよ。それが6700とかだったということで、もう一回おさらいしていきましょう。リーダースキルの方が、あ、実はレベル上がってないでしょ、普通に負けました。ということでおさらいしていきましょう。リーダースキルの方が早属性の気力プラス2、 HP とアタックディフェンス 50% アップ、そして必殺技の方が超絶特大ダメージ&一旦仲間アタック 25% アップ、そしてパッシブスキル通常攻撃だったら 70% 軽減、でも必殺技食らっちゃうとそのまま食らっちゃいます。しかもそれプラス、絶大な威力で反撃と、さっきね見てもらった通りこう攻撃されたらそのままボンとやる感じで反撃してくれます。でリンクスキルは金色の戦士、スーパーサイヤ人、カメハメハ、臨戦耐性、神から預かりし力、合体戦士ということです。やばいっしょこれ。まあ、メダルはね全然集まってないんだけど、まあ、メダルの方はねもうちょいあとね3回勝てば、独感覚醒メダルたまります。いやー長い道のりだな、結構負けてますんでね言っても。まあ、なので、まあ、気長にやっていきます。まあ、今回は独感覚醒する前にねとりあえずちょっとやってみたかった。結局は独感覚醒したいんだけど、その前でもねどのぐらい強いのかっていうのをちょっと試したくてこの動画撮ってます。覚醒させちゃったらもう分かんないからね比較が。そしてなんかコメントの方でこのスーパーベジット独感覚醒前の方が使えるっていう人もちらほらいたんだよね。ちょっとその辺ちゃんと調べてないから分かんないんだけど、覚醒前の方が使える、覚醒後もちろん覚醒後の方が強いっていう人もいるし、ちょっとそこをね今後ちょっと調べてまた皆さんにねお伝えできればと思いますので、まあ、スーパーベジット持ってる方ちょっとだけ独感覚醒メダル貯めてちょっと待っててください。またこいつについてのね動画出したいと思いますんで、はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。